はい、どうも、マックです。今回は、モダンウォーフェアじゃなくて、ワールドウォー2の実況プレイやっていきたいと思います。はい、間違えました。今回ですね、試合ではなくて、イースターエッグっていう、ここに今います司令部に、なんか、3つ弾がね、あるらしいので、それを今回ね、撮っていく実況を撮っていきたいと思います。で、3箇所あるんですけども、ちょっと場所がいまいちよくわかんないんで、参考動画を見ながら、やっていく形になるんでね。まあ、ちょっと、積んだら、早送りになると思うので、まあ、そこのとこね、ご了承、あらかじめよろしくお願いします。で、まず1個目いきましょう。1個目はね、そこの上に、あるみたいです。行き方がシアターの方から回って、ちょっとね、俺練習したんだけどね、10分くらいかかったね。これ1個ここを登るのに、まず。ここをね、なんとかして ここでもう積んだからね、俺は。いやー、でもね、結構慣れてくればね、うわ、最悪。ちょっと早送りします、早送り。来た。はい、来ました。で、そしたら、ちょっと待ってね、動画見ます。はい、そこに行くと、ここですね。最悪。はい、送り。ああ、もう最悪だ。お、来た来た、一発で来た。一発で来た。ふわっす。ファーではもうファー。ではもういけるかな、これ。ちょっと待って。お、来た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 。ちょ、ジャンプするポイント確認しよう。は？何？どういうこと？ちょっと待って、どうなってんの、これ。まずい。これ、まず普通の1個目の動画で終わっちゃうんだけど。それや、ほら、何、壁あんだけど、なんかわかんない壁がある。あ、いけたわ。危ねえ。で、ここめっちゃむずそう。あそこなんか、排気口、通気口みたいなことになるのかな。ああ、なるほどね。いやー、最悪。なんでそこ。よ、来た。よし、ここだな。よし、来た。危ない。よし、来た。ここだよ。ここでミスったら終わりだ。来たー。で、どうすんの？右に行ってからちょっと。よし、来た。来た。で、こう回るんだよね。回るんだよね。よーし、来た。来た、何分かかった、ここね。もう8分経ってる。まあ、皆さんはね、早送りしてると思うんで。まあ、数分だと思うんですけど。ここにありますね。ここになんかバレーボールみたいな、ボールが。はい。で、これ投げれんのかな？ほい。投げた。って感じで、多分取ればね、もう、OK だと思います。
やっと1個目だ。ちょっと難しい順にやっていくか。難しい順にやっていこう。最後は？なんか矢倉の生き方がね、わかんないんだよな。矢倉どうやっていく？動画見まーす。え、まず櫓の場所がわかんねえんだけど。こっちか。あ、これ臭いな。で、このね、横をね、登っていくんだよね。あ、いけた。あ、いけた。意外といける。意外といける。ちょっと待って、よくわかんない。動画見よう。動画見よう。そこの木に登って、ロープが邪魔なんだよな。はい。はい。なるほど。まずここ。まずここ。初歩からダメなんだよな。初歩から、初歩がなってないんだよな。こうちょびちょび行くんだって。ちょびちょび行って。行けた行けた。で、ここに行くと。来た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 。したら？そしたら？いや、マジで積みそう、ここ。ぶねえ、ぶねえ、ぶねえ、なんか。最悪。え、なんか謎のとこに乗ったんだけど。なんか謎のとこに乗った。え、ここ乗る必要なくね？ここ乗る必要なくね？てか、ここから乗れんじゃね？ここから乗れる説。来た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 。で、これいけたんじゃない？そこで？はい、フックに乗る。乗る。はい、なるほど。はい、はい。はい、来た。来たー、やっと来たー。ほんとに、もうこいつ投げてやろうが、もう。おら。ってことでね、二つ目ゲットしました。最後。最後は多分ね、簡単だと思います。今までやった中でね。こうですよ。こういくんだっけな。ちょっとうろ覚えでやってみよう。ちょっとうろ覚えで。で、こっち行くと、はい、ゲット。めっちゃ簡単じゃん、ここ。最初の2つなんだよ、マジで。ボロッシャーとボール取れんの？あ、取れんだ。ちょっとムカつくやつに投げてやろうかな、一番。ちょ、こいつでいいよ、こいつ。ほら。 はい、ということで、今回ね、イースターエッグと呼ばれる、CM にね、まあ、隠されてるというか、まあ、シークレットアイテム的なね、ボールを3つ取りましたけども、時間何分だった？ 16 分。私は16分かかりました。編集の方でね、早送りされてるとは思いますけども、
まあ17分近くね、16分17分かかったんで、皆さんもね、まあ時間ある時にでもやってみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。はい、じゃあさよなら。